はい、どうもこんにちは。ウーバーイーツ配達員のもきつでございます。今回はダブル配達のやり方についてご説明したいと思います。ダブル配達っていうのは、一つの店舗で商品をピックアップして二つの配達先に配達することです。ウーバーイーツの場合は二つの店舗に行って二つの配達先に持っていくこともありません。一つの店舗でピックアップします。ダブル配達を受け付けてるお店もあれば、受け付けてないお店もあります。代表的なチェーン店でいうと、マクドナルドは受け付けてません。ケンタッキーとかモスバーガーは受け付けてます。何が基準か自分は分かりませんが、マクドナルドはドリンクの注文を受け付けてて、ケンタッキーはドリンクの注文はできない仕様になってるみたいなので、かと思えばバーガーキングとかモスバーガーはドリンクは受け付けれる仕様になってるんですけど、ダブル配達はできるようになってるので、その辺のちょっと細かい詳細みたいなのはすみませんけど、ちょっと分からないです。それでは配達の手順についてご説明したいと思います。その前にちょっと言っておきたいんですけど、スマホの OS とか、アプリのバージョンによってちょっと自分の、アプリの画面と表示が違うところもあると思うんですけど、ざっくり手順としては一緒だと思うのでお付き合いいただければと思います。まず、このようにダブルの配達依頼が来ます。こちらにカッコ2って書いてあるので、それが目印です。これを取ると店舗が表示されて、で下に行くと2組の注文者と注文番号が表示されてます。何が注文されてるかはこちらをタップすれば商品の内訳が出ます。でここで商品が多すぎてバッグに入りきれなさそうみたいな理由でキャンセルしたい場合は、1つだけをキャンセルしたり、2つともどちらもキャンセルすることができます。でやり方は、まずこの商品内訳の画面の一番下に行ってもらって、で、問題を報告するっていうところを押してもらって、でそこから適当な理由を選んでもらってキャンセルすることができます。で2つキャンセルしたい場合はこの操作を繰り返してもらえれば大丈夫です。で商品内訳はもし不安だったら見てもらって、で見なくてもとりあえずお店に行ってその場で決めるっていう感じでも大丈夫です。大抵の場合はまあ大丈夫です。でも一回つけ麺屋さんのピックアップで、でそれはダブルの注文だったんですけど、その場で商品を見て、でちょっと大量すぎたのでお店の人もちょっと心配して、これ大丈夫みたいな感じで言ってきて、で自分はあちょっと難しそうなので一つだけキャンセルしますっていう風にその場でキャンセルして、で一つだけの注文を、配達したことがあります。はい。でお店に行って商品はピックアップするんですけど、大抵のお店はどちらがどの注文番号なのか分かるようにレシートとかメモを貼り付けてる場合が多いです。もし何もしてくれてないっていう場合は、お手数なんですけど紙に書いて貼ってもらえますかとかお願いするといいかと思います。それでもしてくれないっていう場合を想定するんであれば、自分で付箋とかペンとかを持っておくといいかと思います。で自分がよくやるのはこれみたいにバッグの前後で商品の組み合わせを分けるっていう方法です。この前側のドリンクとフードが一緒のお客様の で後ろ側のドリンクとフードが一緒のお客様っていう風に分かりやすく入れてます。でそうすると取り出す時にスムーズに分かりやすくなります。でこんな感じで商品を分かりやすく入れたら、ここにチェックを2つ入れて、でいつものように配達を開始するをスワイプします。すると1件目の最初の配達先が出ます。でこんな感じで手動でズームアウトすると2件目の配達先も見れます。でこれはすごくいい案件で、2つの配達先がすごく近くなってます。でたまにあんまり良くない案件もあって、でこんな感じで配達先が真反対とか、すごくどっちも遠いみたいなこともたまにあるみたいです。でここで出発前に大事なのが、1件目の注文番号を確認しておくっていうことです。で注文番号はこんな感じで少し下に行くと確認できます。で確認したら、最初に渡す方の商品をバッグのどの辺に入れたかイメージしておけば、バッグから取り出す時にスムーズに取り出すことができます。でたまに2つの注文番号の頭文字が似てたり、全体的に似てる時があって、でそういう時は商品をバッグから取り出す直前に目視で注文番号を確認したりして注意が必要です。で1件目を持って行って配達を完了すると、2件目の配達先が出ます。また同じように配達してもらえればダブル配達が完了します。
はい、今回はダブル配達についてご説明しました。やってみるとそんなに難しくないので、ぜひトライしてみてください。それでは最後まで見てくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。